してましたら、ももこちゃん一応外に来てくれましたね。はい、じゃあ今日はですね、このももこちゃんとスタッフもね、行きたいと思います。ぜひね、ももこちゃんのコンビにも注目してみてくださいね。はい、そしてですね、皆さん、トドたち、今日はですね、お兄ちゃんのジェジェ君がお外に来てくれましたので、よく体も見てみてください。実はね、トドたち、一見つるっとしているようにも見えますが、びっしり毛が生えているんです。さあ、この毛ですが、オスに特徴が出てきます。オスはオフマニラルにつれて首元にですね、たてがみが生えてきます。今、ジェジェ君も少しずつ生えてきました。今、お姉さん逆らっててくれてますよね。はい、背中とは違くですね、ちょっと長くうねった毛が生えてきます。さあ、その毛がライオンのたてがみのように見えることから、英語ではセラシーライオン、海のライオンと呼ばれています。そんなね、かっこいいみたいなトドたち、日本でも北海道には野生のトドに会うことができます。北半球の太平洋に広く生息しているトドたちは、日本でね、暮らしておりまして、発情期になりますと一夫多妻制のね、カールを作る動物です。はい、ぜひね、そんな方もいろいろ覚えて帰っていただければと思います。さあ、それではですね、あっという間ではありましたが、トドたちのお食事の時間、そろそろ終了のお時間となります。最後はですね、お兄ちゃんジェジェ君とスタッフで背比べをしていきましょう。さあ、オスは1頭になると言いましたが、ジェジェ君はまだ250キロしかありません。そして今の体長はだいたいこれくらいです。はい、今目の前にありますガラスのね、はい、ガラスの先にギリギリ鼻がつくかつかないかくらいです。はい、ここからもっともっとね、子供たち大きくなりますので、ぜひ皆さん、次シーパラダイス来た時にこのインターがどれくらい成長したか、ぜひ見比べてみていただければと思います。さあ、それでは最後は皆さんにね、友達からお別れのご挨拶をしていきましょう。はい、じゃあ皆さん、まちにパイラブのボドイクに会いに来てください。さようなら、バイバイ。いただいたお客様に続いてのイセシーパラダイスイベントのご案内です。はいはい、ママコ、バイバイ。この後10時40分からは会場広場におきまして、おまちゃんたちが始まります。ちょうどいいアングルや。この後10時40分から会場広場におきまして、おまちゃんたちの時間です。皆様、この後はぜひ会場広場へとお越しください。本日はご来館いただき本当にありがとうございます。この後もイセシーパラダイスでごゆっくりとお過ごしください。さあ、それではジェジェ君もね、お茶の間でゆっくりと帰っていきたいと思います。さあ、この後ごまちゃんたちのお時間。